ルイージ・ルッソロは、イタリア未来派の画家、作曲家、楽器発明家、騒音芸術や未来の音楽といった著作を残す。ベネト地方のポルトグルアーロに生まれる。父親は、ラティザーナの教会学長であった。兄弟も、やはり音楽家になり、そのうち兄アントニオも、未来主義の音楽を作曲した。1901年、ミラノに出てブレラ美術館に、足しげく通い。 サンタマリアデレグラツィエ協会にて、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐の修復作業に参加。諸女作においては、天病技法を用いて、都会や産業界を幻想的に描き出している。未来派運動を進奉して、未来主義者のフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティに近しく指示。1913年3月11日、論文、騒音芸術を発表し、世に問う。また、 実演用に騒音を出せる特性の楽器、イントナルモーリを発明し、実作する。なお、イントナルモーリという名は、調律と騒音の合成語で、調律された騒音機械といったほどの意味である。不幸にして、イントナルモーリのオリジナルは、第二次世界大戦によって失われ、現存しない。1941年から1942年まで、家業に復帰し、 古典的モダニズムと称する画風で描いた。1947年、バレー世県のチェッド・ディ・ラベノにて高い。バレー世県のルッソロ・プラテルラー財団により、ルッソロを記念して、電子音楽作曲コンクールが毎年開催されている。ルイージ・ルッソロ電子音楽賞は、電子楽器の分野において最も流行る賞の一つで、ある。イントナルモリ、1920。 ありがとうございます。